はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、すいません。ですね、口の中のカビということでね、まあもういきなりの人に何を言ってんねんと思いますけども、この前歯科ね、受診した時にね、その歯科の先生だからね、びっくりされたんです。傷口広がってんなあ、これカビやな、ヤスさん今から綿棒でちょっとこすりますね、これぐらいの優しさとやる、なんとかかんとかなんとかかんとかってこうね、おっしゃってたんですけども、まあ、僕の口の中をね、先生らと助手さんがですね、5人ぐらいが一気にね、わっさっと覗き込むわけですよ。1、2、3、4、5ぐらいな感じでね、笑いますよ、本当に。こう上向いて寝てるじゃないですかね、普通にこう上向いて寝てるでしょ。ほんならね、知らん人間の顔が5個出てくるんですよ、5個。もう医療現場ですけどね、誰だって笑いますよね、そんだけ覗き込まれたら。ほんで、まあ、歯科も全員メガネかけてるしね。で、僕もメガネかけてるでしょ。あと一人メガネ来たら、もう全員のメガネひっくり返んちゃうかなと思うぐらいの感じでしたよ、本当に。まあ、話戻しますけども、まあ、ちょっとカビが出てきてます、と言われました。歯科でね、もらった薬ね、まあ、過去にですけども、まあ、傷口のね、その傷の広がりをね、ただれてる広がりをね、こう、抑えるやつをもらってたんですけども、まあ、しかし、それを使うとですね、余計にこう、痛くなってしまってて、で、もう使ってません。まあ、そういう風な話を過去の動画ではお話ししてるんで、まあ、皆さんご存知の通りですけどもね、今回の問題はカビです。まあ、口の中のね、カビなんておると思います？ほんまに。思わんでしょ？誰も思いませんよね。おったんですよ、僕の口の中ね。まあね、先ほども言いましたけど、口の中のね、粘膜障害が原因で、この粘膜の表面がね、ただれてて、まあ、その部分にですね、食べかす、僕の食べた食べかすがこうついてるだけかなと思ったんですけども、まあ、それがね、全部カビでした。こう、ほっぺたの内側と、こう、上唇とかをこうペロッとめくったところのこの歯茎の付け根部分とかにね、このお口をこう、ね、ブクブクってすすいで、うがい程度ではですね、まあ、取れない食べかすはね、誰でもあるらしいんですけども、まあ、どうやらそれじゃなかったようです。なので今回はね、カビを撃退してくれるうがい薬をいただきました。まあ、これなんですけどね。この、見えるかな？見えますかね？黄色いやつですわ。これもね、まあ、次回までに使い切ってくれとのことです。1日2回って書いてます。だから僕は朝8時か9時にやって、で、夜8時か9時にやるというふうにね、これでブクブクブクってね、うがいをしてます。リステリンとかね、モンダミみたいな感じでやってますけども、そしてこの歯茎と、その上顎ですかね、と、喉の奥の手前、奥の手前じゃない、喉の手前、喉チンコら辺ぐらいまでね、こう広がってるその食べかすとか、カビがね、それをきれいにするね、お掃除グッズもね、ちょっと教えてもらったんですよ。今はちょっとまだ買ってないんですけども、そう、この前ね、病院の薬局で買ってくる忘れたんですけども、細い棒の先にね、ついて、スポンジがついてるやつがあるんですよ。あれで結構、こう、きれいに掃除すればいけるらしいですけどもね、まあ、あれをやってみたいなと思います。あとね、以前、上の前歯のかけたところをね、埋めてもらったんですけども、そろそろ、下の前歯もかけてる、開いてるところもね、埋めてもらえそうです。2本あるんで、2本ともね、埋めてもらえます。これに関してはまたね、お伝えしますんでね。それまでは、このうがい薬で僕は頑張って、菌を撃退していきたいと思います。カビ菌ね、撃退していきますんで、頑張っていきます。美味しくないんです。これがね、また。はい、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。